マロさん、なんでマちゃんお風呂のそんなとこにいるんですか。マサマサ、お薬の時間です。このお薬をね、焼いたビーフに混ぜてね、飲んでいこうよ。マちゃんね、いい子だもんね。今日ってか10時は4種類これね。はい、チラージンとウルソと気管支拡張剤と、これがなんだっけ、ゾニソミドですね。これをね、お肉にね挟んでいくとね、最強、携帯落ちた、最強なんですよね。さてさて、まーちゃんね、お肉、ビーフはもう最強だよね。絶対に食べるもんね、まーちゃんね。よし、じゃあもう見しよっか。まずはテストにどうぞ。あ、食べるね。よしよし、食べるね。このね、まず食べることを確認してからじゃないとね、最初に肉に巻いて食べないってなると、もう薬が溶け出しちゃってアウチになっちゃうんで。はい、まずテスト大事ですよ。最初にテストやってみてください。よいしょ。じゃあ、じゃん、次々に行こっかね。よいしょ。うんちね。よいしょ。まーちゃん、あれから1週間ぐらい、痙攣は出てないのかな、多分。毎日ガクガクはしてますけどね。ガクガクしてるけどさ、目に見えてやばい痙攣はまだ1週間、なんとかキープしてるね。じゃあ夏休みだからさ、いっぱい遊ぼうよ。ね。はい、お薬全部飲めてよかったね。じゃあ、あとご褒美。あ、もうバクバク食べよう。パクパク食べよ。よっしゃ、いい子だね。パクパク食べよ。よいしょ、パクパク食べよ、パクパク。これでね、この勢いに、ワンコそばの勢いに任せてね、ロイヤルキャノン入れるとね、釣られてね、誤作動を起こして食べちゃうんですよね。じゃあね、気づかないでこの前ね、5粒ぐらいロイヤルキャノンパクパク食べてたもんね。はい、あちゃん、おいちいね。おいちいおいちいだ。今、落ちた。はい、でじゃあ。うちいいね。あ、うれしかった。みさん、うれしかったね。あちゃん、今から、ばあばに会いに行こうね。来週はね、ばあばがうちんち来るって言うけど、今日はね、ばあば会いに行こう。ね。ばあばとおばさんだね。おばさんとばあばと、今日ね、おじさんはいないからね。まあ、これよかったね。またチョコちゃんにね、ご挨拶しよっか。ごくっと。じゃあもう一回行きましょうか。じゃあ、準備しましょう。うし、まーちゃん。またね。あとで。